桜機関区は、かつて、千葉県桜市にあった日本国有鉄道千葉、鉄道管理局、日本貨物鉄道関東支社の車両基地である。機関車、スケ、桜のスケから構成される、d d 5 1 8 4 2に基本的にディーゼル機関車のみ配置されていた。国鉄時代は、千葉地区の旅客、事業用列車も担当していたが、国鉄分割民営化直前に、 タバタ運転所に移管されている。民営化後は、鹿島方面への貨物列車を中心に担当していた。国鉄時代は、木更津市区も遠くで管轄していたが、遠くが JR 貨物に承継されることに伴い、幕張電車区に移管された。その後、2004年に千葉運転区木更津市区への変更を経て、2007年3月から、現行の幕張車両センター、 木更津派出となっている。また、1987年の民営化後も、千葉支社管内の事業用列車、降臨用として、JR 東日本所属ので自由形が桜に常駐していたが、遠くの廃止に伴い木更津常駐に変更された。国鉄時代に配置された蒸気機関車は、B10 系、1070系、C12 系機関区跡地鉄道省年報。 昭和7年度、ありがとうございます。